バングーナガンデマイナスの位置で受けましたレアンドロ。レアンドロコントロールショット、またも国立でゴラスト。レアンドロバングーナガンデが、まあ、サイドのレーンの深いところまで入っていって、ハーフレーンでこれボールを受けた、まあ、レアンドロが右足でと逆サイドへ、逆サイドネットへ、まあ、やはりこのレーンに入ってくるとこのレアンドロの右足のこのキック精度っていうのはやっぱり行きますよね。いや非常にこうサイドバックと、まあ、ウイングのポジショニングのうまさっていうのが、まあ、このシュートにつながりましたね。クロスバー、それからポストと叩いた後に、はい、天井のネットを揺らしました。